いらっしゃいませ、いらっしゃいませ。上田だよ。本日もよろしくお願いします。本日ご紹介するのは、ファミリーマートより、2020年5月26日に発売された、揚げ揚げオブスウィー。本体価格100円、税込み108円。こちらをご紹介したいと思います。販売地域は、東北、関東、東海、北陸、関西、中国、四国、九州となっております。天つゆを加えた出汁で炊いたご飯に、天かす、かつお節、青さを加えて混ぜ込みました。ごま油を少量加え風味をつけましたという商品です。やみつきうま飯、揚げ揚げおむすび、天かす天つゆ青さ入り。大さ当たり214キロカロリー、炭水化物は 42.8g、糖質が 42.1g の植物繊維が 0.7g 推定値です。国産米ご飯使用で保存料、構成着色料、甘味料は不使用です。おむすびということで行っております。アレルゲンは小麦、卵、イカ、ごま、大豆となっております。ファミリーマートさんですのでベルマーク1点がついております。では開けていきたいと思います。こういう感じです。よいしょ、変わってきます。ちょっとほぐれそうなんですけど、特にね、何も入ってません。じゃあいただきます。どうなんだろうね、味濃いのは少し。まあ某コンビニさんに近いの真似っぽくも見なくもないけどね。3ですね。普通に美味しいんだけどね。なんか某コンビニはなんかもうパクってるような感じにしか見えませんけどね。まあこれはこれで美味しいので、ちょっと、ちょっぱい目かなって気はしましたけど、はい。この動画が面白いなっていう方はぜひチャンネル登録、高評価、チャンネル動画も見てくれれば喜びます。ではじゃあね。